若林森明は、ヨドーグループのメンバー。滋賀県草津市生まれ。滋賀県立ゼゼ高等学校を経て同志社、大学経済学部に入学。在学中、1970年にヨドーハイジャック事件を起こし、北朝鮮に亡命。1976年に結婚し、妻である若林咲子と平安に在住している。現在も警察庁により、 指名手配されていると同時に、国際刑事検察機構より、国際指名手配されている。北朝鮮による、拉致容疑事案について国際手配被疑者一覧、北朝鮮による、拉致容疑事案、警視庁淀ドゴお妻二人の、逮捕状請求結婚目的誘拐容疑で、警視庁47ニュース2007年6月13日、淀ドゴお妻二人を国際手配祭さん 石岡さんら四47ニュース2007年7月9日、あ淀郷号若林容疑者、客席で、日本応援日刊スポーツ2011年11月15日。外国人王席に、淀郷号事件の若林森明容疑者、やはり、日本を応援してしまうなスポニチアネックス2011年11月16日、淀郷号事件50年、戦いは間違っていた。 ラチは、無関係北在住メンバー。産経新聞。2020年4月1日閲覧。ありがとうございます。